はい、松坂さんレースチャレンジ準決勝です。このレースは岩城選手頭で勝ったんですけど、お、競りに来ましたね。これは普段だったらちょっと悲しくなったりしそうですけど、まあ全然全なんでめちゃくちゃ嬉しいですね。これは、いやー、ちょっとずっと競っててほしいな。そんで後ろの人とかがバーって来てほしいですけど、いやでも大丈夫か、流しすぎじゃないかこれ。大丈夫ですかね。むちゃくちゃ流すな。え、大丈夫か岩城選手。まあでもむちゃくちゃ競ってますもんね後ろ。え、どうなるこれ。待って、待って、6番来てる。あ、どうなるこれ。やばい、追い抜け。え、待って、これやばい、待って。え、どうなるこれ。待って。え、はい、松坂4レースです。このレースは7番の石田選手から全然です。石田選手はなんか突っ張りすぎて番手の選手に刺されるみたいなこともあるんですよね。今みたいになんか前のレースとか見てるとちょっとそれが怖いんですけど、とりあえずあれですよね、石田選手頭で来てほしいんですけど。うわ、でも一本棒ですね。このままだと本当にもう一番人気で決まってしまう。300円、3000円が300円になってしまう。年末ジャンボみたいになった、なっちゃうな。うわあ、もうそのまんまか。うわあ、うわあ、そのまんまか。うわあ、マジか。いや、変わらないですね。うわあ、でも強いな。刺さりもしない、強い。いやあ、はい、松坂5レースチャレンジ準決勝です。2番の福本選手が割と番手の選手を連れ込むレースをするんですよね。だからどうなるんでしょうか。まあ、でも小川選手が先行でいきますね。いやー、ついてこないでほしいけどな、中畑選手が。いやー、でもどうなんだろう。あー、でもあれですね、まくりですね、構えましたね。これちぎれるんじゃないか。どうだろう。どうだ。連れ込む、すごい。これってやっぱスピードとかでなんか、連れ込みやすいスピードとかあるんですかね。うわ、すごいな、もう。ちゃんと連れ込んでる。あ、5番させ。せめて。いやー、ダメだ。Thank you.